山口学は茨城県稲敷市出身のトランポリン、競技選手である。姉が習っていた影響もあり、3歳の頃から江戸崎スポーツクラブでトランポリンを習い始める。11歳の時にカナダで開催された世界年齢別大会に出場し、シンクロで銀メダルを獲得。1999年に開催された世界年齢別大会では、個人で銀メダル、 シンクロで金メダルを獲得し、日本体操協会が認定する2012年、2016年のオリンピック強化指定選手に選ばれる。大学からは、名門の金沢学院北国クラブに練習環境を移し、2006年全日本年齢別大会で優勝を果たす。2007年には世界選手権の日本代表に選ばれ、翌年の W 杯フランス大会ではシンクロで、 伊藤正樹選手とペアを組み金メダルを獲得する。2013年にブルガリアで行われた世界選手権で上山片弘選手とペアを組み金メダルを獲得。翌2014年アパホテル株式会社と初めてとなるアスリート契約を開始。全日本選手権では岸大輝選手とのペアで優勝。また、 前年の世界選手権の金メダル獲得により2014年度の郝月スポーツ賞を受賞。2015年の川崎市長、倍総脱ジャパンオープン国際大会での銅メダル獲得を最後に現役を引退。茨城県立牛区高等学校、金沢学院大学経営情報学部、金沢学院大学職員、早稲田大学大学院修士、アッパホテル株式会社。 ありがとうございます。